え、その水墨画を自分のさ、その生活の糧にしてみようみたいな感じで思ったきっかけとかって覚えてる？うん、それも思ったことなくて。そうなんだね。それは仕事にするつもりもなかったから、もちろん。そっか。なんか確かにチンパンって今さ、その今日に関しては水墨画のさ、絵描きさんっていう立ち位置で一応来てもらって、そっからのさ、あの洋服屋とか好きですよねとかっていう話してるけど、もともとそういう風な形のイメージ言うと、水墨画もやってるけども、なんだろう、なんか他にもいろいろやってるみたいな、アイドルのさ、コピーのさ、ダンス踊ってみたりしてた頃とかもあったと思うんですけど、それ大丈夫かな？全然大丈夫。そういうイメージなのよ。なんか、なんだろう、別に水墨画からっていうよりは、はいはい、別になんか、そういろんな魅力を持ってる中のうちの、今そういう文脈でちょっと話してるからっていうのはあるかもしれないけど、でもなんかこう、すごい時代にフィットする生き方が上手いなっていうイメージではあるかな。そうなのか、うん、まあ、でもそういうことなんじゃない？逆に意識してなくてそうなってるっていうことは、多分それの天才っていう、ね、これ最近 の流行りなんだけどね。この人、なんかの天才だなっていうのをね、なんかこう、ちょっと流行りなんだよね。あ、そうなんだ。なんかね、ちょっと、そう、俺の中で相手のいいとこ見つける、相手のいいとこ見つける。まあ、いいですね、いいこと、ね、楽しい。天才だなって思いながら過ごしてる。天才と一緒に暮らすの楽しいな。暮らすのっていう、まあ、そうね。そうそう、天才と一緒に過ごすの楽しいな。こっちは俺も天才かなってどっかで勘違いする。そう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 、それ危ないからさ、あのなってたら教えて。あ、中世やばいみたいな。なんかそれぞれのいい人を身の回りにいい人っていうかね、うん、集めて、うん、協力し合って補って会うっていうのはすごいいいことだ。そうだね、本当そう思う。ちゃんと多分そういうのをさ、結構コミュニティとしてやっぱ楽しんでるところには、こういうクリエイターの人たちのなんか生活のいいところとかあると思うし、うんうんうん、そうだね。俺らもね、そうそう、絵描いてるだけじゃさ、うん、それがさ、なんていうの、世の中にこう出てくものが少なくなるからさ、そういう面白い人とね、一緒にこう協力することでさ、どれだけ自分前に出せるかがさ、かなり変わってくる。俺らなんてね、今こうやってこう話してるけどさ、なんかあの絵描きさんをみんなに紹介してみたいな大層なことを言ってやったりしてる時もあるけど、ただただなんか今こう遊んでるだけみたいな感じだから、ほとんどなんかこう、あ、マイクのあれ忘れたとか、三脚忘れたとかさ、仕事する気あるのかな、時々なるけどな。酒飲みたくない。でもやっぱこれ楽しいよねっていう風にやっぱ やれるのがさ、こういう初期業のいいところだから、なんかそれをこうこういう会話からなんか聞いてる人がもらってくれてね、なんか自分たちもそういう仕事をやりたいとかと思ってる人、うん、きっかけのモチベーションにしてくれたらいいなって、ね、最高ですね、思うよね。ちなみに、まあ、こういう楽しい話とかを今ちょっとこうやってみたんだけど、その今までなんだろうな、大変だったこととか、その絵を描く上でさ、ちょっと思う、思い出せる限り大変だったなって思うプロジェクトとか、まあ、逆にその、まあ、大変だったっていう言い方はあれかもしれないけど、やりがいのあったものとか、うん、そう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 、失敗だってもいいよ、はい、そうなんか思いつけば教えてほしいな。記憶、メモリが、メモリがちょっと逆にじゃあ楽しかったとか最高だったなから行こうか。あ、大変だったわ。私あの去年かあの VR のグラビアのイメージビデオのプロジェクトをやってて、ね、ってね、あのディレクターとして、うん、何を出したっけ、結構出してて、ね、ディレクターとしてと、だから制作とディレクター、ディレクションする側で、うん、何本出してるかちょっと忘れちゃったけど、具体的に本ぐらい、ディレクションっていうと、その中ではどういう立ち位置の仕事だったの？こういう風に作りましょうとか、その女の子に合ったものを作ったりとか、装飾とか衣装とか、シチュエーションとか、あと置き場所とかを考えたりとか、その女の子に指示を出してこういう風にしてほしいとかをすることをやってたんだけど、
構大変で、まず360度だから。そう、ああ確かにね。そう、こう今ね、ここカメラのあっち側すごいなんかぐちゃぐちゃしてるんですけど、こういうことができないから、ね、そうできないから、うん、もうそのトータルで全部しなきゃいけないっていうのと、そう、ね、そう編集がまず基本的にはできないから、うん、長回しで、はいはい、だけど基本やっぱ視聴者の人飽きちゃうから、うん、どん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 その脱いでいくなり、うん、着ていくなり、うん、何かアクション、うん、小物だったりとか用意したりとか、うん、セリフじゃないけど、まあ、少しその動きを考えたりっていうのは全くしたことない分野だったから結構大変だった。それをすごい何人もやるのが確かに早、あのプロジェクトとしてそういうのに手をつけた段階はすごいこうなんか早かったよね。多分 VR っていうジャンルに対してさ、やってみようみたいな。そうかも。そうだね、作品自体のその前例とかがないところからやっぱり、ね、グラビアと一緒に見せる。だから女性のチームでやってて、だからその結構その女の子も割とその安心してやってくれるチームだったから、すごくなんて言うんだろう、いい絵はたくさん撮れるんだけど、やっぱりそのこっち側のなんかこう用意のするレベルが、その今までやってたグラビアの撮影会の準備とはもう全く違うから、結構それは大変だったし、私はもう臨月だったからね、撮影したからもう大変。それは大変ね。いやそれは体力的にもね、行動も制限されるし、超大変だった。その上でやったことないジャンルの、いわゆるそのさ、その二面的な演出じゃなくて、その全部のどっから見ても完成した映像を編集しないで撮り続けるっていう作業を想像して形に落とさなきゃいけないのが初めてってだったってことだもんね。そう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 、すげえ、それはめちゃめちゃ大変だったね。それも何シチュエーションもね、一人で考え、一人に対して考えなきゃいけないから、うん、360度だね。でも自分のお腹で自分のつま先見えないみたいな状態で、そうでやってたからもうさ、ボディーペイントするのも超大変だし、もう装着するのも超大変だし、もうなんか超大変だった。いやーそっか。しかもそれってさ、その一人の女の子に対して一つのシチュエーションだけってわけじゃないってことでしょ。そうそうそう、一人の女の子、そうだね、いくつも考えるんだからね。なんかDVDだもんね、一人につき2本出したけど、2本の中に2パターン3パターンくらいのものいる。5パターンか6パターンぐらい入ってるから、いやーそれはそれはちょっとぜひみんなにこの大変話を聞いた上でどういう演出なのかっていうのはちょっと DMM で DMM で DMM なんて調べれば、チンパン DMM で出ないかもしれない。なんだっけ、そのなんかあのあれかな、このグラビアのエキシビジョン。あ、そう、よく知ってるね。私忘れちゃった。なんで自分よく知ってるの。記憶がね、すぐに大変なんだよ。でもそうだよね、確かそれで多分3、4本とかもっと5、6本ぐらい。そうか、私多分ね、12本出したかな。結構だね。そう、撮影も怒涛だったんじゃない、その数でさ、そのそうそうそう、だからその生まれる直前にやったのと、生まれてからもすごい、うん、ああ暑い、他の撮影は液死美女が美女の感じで、そう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 、最後カタカナみたいな感じで確か調べたら DMM 多分出てくるんで、それで、いや、それは概要欄の方にリンク貼っときますね。家で俺一人でこうブリアリアで嫁にこうなんか何見てんのって突っ込まれて、違う違う、それはもうあの息子が来るから、それはパパ何見てんのって僕にも見せて、友達のやつで、友達のやつすごいおっぱい大きいものが出てくるみたいな、勉強だからって言い張るわーってなるよね。いやでもあれはちょっと勉強、私も今だったらもっとできるなーっていう気持ちにはなる。一回やってみてね。そう、確かに空間の演出とかはね、しかも楽しそうだよね、それでね。そう、確かになんか180だったらもっとできるんだけど、350度ってなると結構大変。そうだね。そこにさ、いわゆるさ、AR みたいなの乗っけたりしてる人とかって最近いたりするのかな、そういう VR 映像に対してさ。いるんじゃない、てか1から、まあ、まあ、AR で1から作ってるとか、そうか、そうだね。3D 空間作っちゃうとか。とかも考
次そのねバーチャル方面ね、俺らも英語どう思う、ね、チンパンの水力側を泳いでみたいなさ、そう、 AR をやりたい、すごく興味がある、ねね、そういうのを積極的にみんなこれからなんかそういうのやりたい子たち、次の舞台はそこもありそうだよね、そこを見据えた上でいろいろ技術を磨いていくといいよね、うん、VR とかその AR とかは、うん、私は 2D の世界だけどやっぱり自分にはできない以上のことができるから、うん、ね、興味がある、うん、やりたい放題だもんね、だって。いや、今ちょうど盛り上がってきてる時期だからこそやりたい放題だ、逆にできないことがない世界にさ、かかるね、限界をね、超えられるから、 そこら辺はすごいまあ、iPad すら持ってないですけど、そうそうそう、買いましょう、 iPad は買ってます、来週ぐらい買おう、買います、明日ぐらい、明日買ってください、買いましょう、そうだ、ね、今じゃあ、そのリンゲスだったっていうさ、こともあったけど、その出産の前後とかでさ、まあ、アーティスト的だったりとかプライベートでもいいんだけどさ、なんかこう生活変わって変わったぞとか、出産の前と後でこう変わったみたいな、うんうん、なんか良かったこととか今でも大変、やっぱ大変だなとかあるのか、そういう、まあ、床で作業できなくなった、うん、いやでも子供に邪魔してくるぞっていうこと、うん、なんかあの犬がいたからうちらちょっと床ではできなかったんだけど、それよりも威力強いから威力、犬よりも意志強めに来る、犬の方が待てって聞いてくれる、ね、そう、まだそう、もう結構意志強めで突っ込んでくるから可愛いな、あと机の上もその犬は机までもう手が届かなかったけど、赤ちゃんはその机の外枠は全部いけちゃうから、うん、中心の方に集めてやるしかないそうね、その自分の意思以外のところで起こりうる事象が増えたわけだもんね、そう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 、いやでも楽しいでしょう、まあ楽しいよ、楽しいけど、もう絵描いてるとか作業してる時は大変、そうそうだね、そうだね、納期いつまでに仕上げなきゃいけないけど、今ちょっと機嫌悪くなっちゃったから一緒にいてあげないといけないし、けど時間の折り合いどうつけようみたいな感じのこととかも増えるだろうね、きっとね、そうそうそう、ね、うちもまあ2人子供いてさ、まあ、同じぐらいね、1歳半ぐらいの子いるんだけどさ、まあでもパパはまださ、ちょっとママっていうか、どうしても子供ママですよ、やっぱ、うん、おっぱいあげなきゃとかさ、うん、寝かしつけとかもさ、なんか俺じゃ寝てくれないとかさ、まあ、寝てくれる時もたまにやるかもしれないけど、やっぱママは大変よ、そこ、どうしてもさ、他に任せないことが多い、うん、そっか、そしたらちょっとこう仕事の量も今は減らしてみたりとか、うん、そういう調節をしたりとかして、まあそれは全然、なんか逆に言うと今その私の夫は仕事があんまり外ですとかないから、その基本家にいるから、うん、まあ、全部やってもらってるし、パパのところ行ってってやってるから、まあ、行かないけど行かないけど、まあ取りに来てるからいやでも本当にさ、いや、まあ、見てて知らない人もいたらあれだけど、あのチンパンの旦那さんがなっちゃんで、あのなっちゃん、ジョン夏樹っていうドラマかつこうトラックメイキとかこう音楽家の方で、まあ、なんですけど、まあ、もちろん僕もすごいよく知ってるんだけど、めちゃめちゃいい男なんですよ、これがもう本当にね、もうね、なんと言っていいかっていう なんかね、こうね、褒めたいところがね、多すぎてね、俺ちょっとなんともね、こうね、今一言でね、まとめられないけど、まあ、とりあえず一個でまとめるとすると、めちゃめちゃいい男なんだよ、本当にも。しかも、しっかりパパもやってくれる。いや、マジで。そうそうそう、細かいところも気が、ね、聞くし、すごい配慮できるんで、すごい。そのまま旦那だよね、言ったらね。まあ、そうそうそう。なんかまあどっちかが忙しい時はもうそういう分担にして、まあすごいもうすごい時あるけど、そういう時はちょっと剥がしで、剥がしそうね、そうね、パパミルクっつってパパミルクズドーンみたいな、剥がしちゃうパパってマンマンって言って、まあ、なるよね、マンマは私のことを呼んでる可能性もあるけど、おっぱいを呼んでる可能性もあるから、パパミルクでも全然
そうね、なんかこうすごいなっちゃんの娘に対する愛がさ、インスタからこうすごい溢れてきてね、ほっこりした気持ちになるので、ぜひみんなそっちもチェックしてほしいんだよね。本当に、いやでも大事だよ、やっぱ仕事、クリエイターでさ、やっぱこういう風にさ、ある程度はなんかその時間の制約とかをさ、自分で決めなきゃいけない、なんだろう、なんか自由に仕事しているっていうか、自分で自分の時間を決めて、ちゃんと選んで仕事をしなきゃいけないっていう、なんか一個もう一個、いわゆる人に決められた時間帯で働かないっていうのはさ、一個そういうさ、タスクが増えるわけじゃない、一個大変だけど、そういうところでちゃんと家事とか分業してくれて、っていう生活スタイルは本当にいいのかもね。なんか仕事しながらもそうだし、あともう時間はね、基本全部決まってるから、うん、生活リズム、自分の中でってこと、自分っていうか家族で、あ家族で、はい、そう共有してもそこは決まってるから、私も仕事はもう夜、徹夜するとか一切ないから、そうなんだ、そう、だからバチッてやってるんだ、そう朝、9時とかから夕方5時までから、そこでやる。なるほどね、偉いね。俺らさ、だってもうさ、俺らをさ、ちょっとさ、パソコンに夜中向かってさ、夜中3時とか5時ぐらいまで気づいたら朝だみたいなのがさ、結構。俺ばっかりやった。そうそう。まあなんか、ちゃんと時間管理できない人たちだけど。めちゃくちゃ。そう、じゃあ、それをなんか、向こうもそうだから、私の夫もそう。そういう朝9時から大体10から5時まで。でも子育ては、まあ、どんどん時々でも。そう、だからその時間の中で、そのキキちゃんのお昼ご飯は12時とか、お昼寝はこれぐらいの時間、夕飯はこの時間って言ったら、その手が空いてる方というか、まあ、その決められたルーティンを2人でこなしてやってる感じで、寝かしつけは男女のことをするとか、そういうの全部決めてるから、それをこなす。それ以外のそのマンマンとか、ベターっていうのはもう、ちゃんとそれでさ、なんだろう、意思疎通ができてるからすごいいいよね。まあそうだね、その、ね、パートナーとね、そういうちゃんとしっかりね、共通の多分意識があってさ、そう、あと決めちゃったのも楽、空いてる方がやるって無理、全部、そうだね、そうだね、っていうので全部決めてもさ、食洗機に入れて回すのが先に夫がやる、夜の部は私がやるとか、そういう風に完全に決めちゃって揉めない、だから、ルールね。そう。いや結局さ、やっぱりさ、そのなんか決まってないところでさ、なんかそのいわゆるやってほしいのか、なんかやれないのを言ってほしいだけなのかっていう、なんかこうちょっとしたさ、その前段階でのさ、こうコミュニケーションの歪みが割とでかくなったりする時とか、そうだから、あるじゃんね。なんかそれをちゃんとリスクマネジメントしているのはなんか。そうだね、すごいね、いやーすげえな、その生活できねえな、これ相手もいないからな今ね、すごい自分で言ってみてね、まだいいよ、そうそう、まだ考えなくてよかったんで、そうね、すいません、決めた時間できない分は別にやってっていう頼めるからさ、なんでやんないのにはならないから、そっかそっかそっか、ちょっと今日今忙しいからやってくれないで済むから、そう、なんかそういう意味では喧嘩するリスクを減らす、まあいい、いやー、それはいいね、すごい豆だし、ね、あとなんかそのなんだろう、やっぱちょっと下だからかすごいジェネレーションギャップがあって、あるその育児に対しても、いややるでしょみたいなテンションがすごい、あやらないとはないでしょって自分がやります、だから今日も病院行くのも、だから基本病院行く、私が行けるときは行くけど、もう基本小児についていくし、子供の病院とかも、違う、なんか何かも違う、全然、いや確かにそういうジェネレーションギャップはあるかもしれないね、ちょっとですね、いやでもそれってすごいいい兆候じゃない、そうだね、いい話だよね、なんかさ、俺らの世代とかってやっぱ特に最近考えてたのはさ、家の中、いやまあそ俺らがさ家族、育った環境でやっぱりこうお父さんいてお母さんいてとかって言ったような、まあ、一般的なこうそう家族の大きさで育ってることが多いと思うけどさ、そういう時の中のこう理想とする男性像とかさ、理想とする女性像にある程度フィットしたお父さんお母さんとかがさ、いいお父さんお母さんだねって言われて、なんかこうそれって結構男は仕事で女性は家を守るみたいなさ、専業主婦ちゃんと分業とかがあるような、そう分担、その完全に分業した状態で家を家族をこうなんか
か作っていくっていったようなのがさ、良かった時代だったと思うけど、今って多分もうちょっとさ、人間のさ、こうテクノロジーとかに対しての、生活の依存の仕方とかも変わってるから、生活その家族としてさ、どういう形でそのいわゆる変な言い方するけど、運営しその家族を運営していた時にどういう今の時代にどういった形の家族がフィットするのかっていうのを結構多分ちゃんと考えてるからなっちゃん、そういう答えが出せてるんだと思うし、なんかそれのアップデートがちゃんとこうされてる若い世代なわけじゃん。すごいなんかいい兆候だと思う。だからハッとするよね。やっぱ私も無意識にそう思ってしまう部分って今までやっぱあるわけよ、その女性の役割、男性の役割とか、そういうのが全くないから、そのハッとさせるもの。お互いでもあれじゃない、そのお互い会社勤めとかじゃなくてさ、まあそのフリーランスなのかな、そういうさ、フリーランスのプレイヤー同士っていうのがあるから、結構その時間の考え方もさ、その会社勤めの人とは違ったりするし、そうなんか割と柔軟にそこら辺は私にも負担がないようにとかを考えてくれるから、それ今のごめんね、すごい話を打ったとごめん、ね、いや多分今の多分それの答え、今の審判が言った一言の中に結構含まれてることがあると思うんだけど、多分すごい考えてるの、あの子って多分いろんなその場所のことをね、だから考えてるからさ行動できるわけで、考えてないとさ、なんか自分のそのポジションのことをこなすのにさで満足しちゃうからさ、相手のところまでさ考えないから多分そこまで手が回らないとかっていうんだけど、すごい多分なっちゃって周りのこと見て考えてくれてるから、その考えてくれてるっていうのが多分すごい究極的な、イケメンのあれなんじゃないか、ポイントなんじゃないかなって思うな俺は。まあなんか本当にそれはいい意味でミュージシャンっぽくはないよね、なんか。まあね、ロックスターと言われるようなね、そうやって私たちは、家をこう家庭を回してる感じ。そういう暮らし方っていうのはやっぱり、まあなんかさ、その人それぞれ正解はあって叱るべきだから、これが絶対、ね、これだけが正解っていうお話じゃないかもしれないけど、僕らみたいなある程度その自分をセルフマネジメントして暮らしていこうっていう職業のだったりとか世代の人たちは勉強というかね、なんかこう受け取れる要素がすごい多いお話をありがとうございます。でもこれも話戻るけど、ステイホーム期間に、その特に全部決まった、まあ、よかった、そうよかったほどの一つだし、その話し合ったことにもつながるというか、やっぱこれがなかったらやっぱり私も夜更かししたいタイプの人たちだったから、夜更かししたり朝も起きたくないタイプだったから、どっちが起きるみたいな、記者起きてるけどみたいな感じだったから、まあ、それも一個の答えになったというか。具体的にも予定していることとか何かあればお話願いますでしょうか。はい、例えば展示の話とかでもいいし、もうちょっと自分の今後のアーティストとしての動き方とか、もうちょっと今後の展望どうなっていきたいかっていうお話もまああれば聞きたいなと。私こういうの聞かれよく、インタビューで、まあ、みんな聞いてくれる中で、マジでなさすぎて、答えるってことがなくて、どうなりたいんですか、どうなりたいと思いますかねって感じだったの。なるほどね。その分からなくて、もうこのまま来ちゃってるから、本当になくて、で、最近できた、そう、この自粛期間でちょっとやっぱ考え方がすごい変わって、で、ずっとやっぱ求められたものに答え、そのままこう流れでしかこう意思がなかったから、なんかね、やっとなんかこう、あ、それじゃいけないんだなとは思わないんだけど、少し踏み込んでみようかなと思ったのは、来年に1ヶ月ずつぐらいその海外で生活じゃないけど、行ってみて、そこで少し何かやってみたりとか、別にその絵だけじゃないけど、
少し生活をしてみたりとか自分で吸収するものを増やしたりとか、だからそんなこと考えたことなくて、その数週間なんで何日か海外で遊びに行くとかはあったけど、なんか別にそうしたいと思ったことがなくて、その生活海外でしたいとか思ったことはなかったんだけど、まあ自分に子供ができてっていうのもあり、今回のコロナのこともそうだけど、なんかこう視野を増やさなくちゃいけない時期に来てるっていうのをすごく感じて、だからこうちょっとだけ長期、そんな長くいられないから、家族で行けたら一番いいな、そこで生活をしてみて、そこでこう吸収したものをアウトプットするなり、まるっと家族、子供を連れて、そう、おだいぶ思い切るね、それはね。そう、だからでも1ヶ月だから別にそんな長い話じゃないし、で、まあ何カ国か行こうと、まあ、そこでそのステイができたら展示もその今後またできるだろうし、作品もまた発表する場も増えるからっていうので、そういうチャレンジをしよう、今までチャレンジしようと思ったことないから、ああそうなんだ、そうチャレンジをしようっていうふうに思うようになった、チャレンジだね、まあ、受け身だったそうだけじゃなくて、そうそうそう、攻めよう、攻めよう、攻めてみようか、それも攻めていくのもちょっと微妙なところであるんだけど、いやでもマインドセットのチェンジっていうところやっぱやった方が絶対いいよね、うん、てか逆に俺それだったら、あのどっか行く先々のなんか2カ国ぐらいでどっかでワッサバワッツアップしたい、ワッサバってしたい、ワッサバっていいね、つってやりたい、でもなんかそういうのも楽しいじゃん、そうだね、海外でさ、うん、友達の家族と、ね、一緒にご飯食べるとか、うん、来てくれるって、うん、そうそうそう、なんかその今言ったし環境が本当にもう何十年も変わらずに生きてきちゃって、それがすごく心地がいいくて変える気もなかったんだけど、ただもうそれを変えるってなったらそれぐらいのことがないと変えれないし、なんか行ったからって何かが変わるかって言ったら自分はそんな変わるわけはないって分かってるんだけど、ただその視野変わるんじゃない、やってないから分かんないっていう、まあ、変わっちゃうね、そうかも、ちょっと視野を広げたいというか、知らないことをもう少し知れるようなことに目を、うん、自分の目で見たいっていう気持ちになった、うん、それそのさ、ちなみにそのやっぱさ、自分で実体験なんだろう、僕その表現する人間に対してやっぱり実体験に基づいたさ、そのストーリーが話せるかどうかって結構その表、それが文字だったり絵とかだったりしてもやっぱり違ってくる部分ってあると思うね、それが人から聞いた話なのか自分で経験した話なのかで、うん、その持ってるべきっていうのがやっぱり違うと思うんだけど、今みたいなその挑戦しようって、まあ、この機会に思った強く思ったなんか一個きっかけみたいなとかってあったりしたら、なんか具体的に話せるようなきっかけがあったのか、それともなんかこう日々の中で結構さ考える時間多かったじゃん、でその中でその思考をさ、こう同じこととかもさ何回も繰り返していくと結構さ、あの取捨選択、あの必要なものとさ必要じゃないものを選択してさ、こう思考をまとめていった時にそっちにこうゆっくりたどり着いたのか、その一個なんか強烈な経験でパーって変わったのかとかってなんかあったりするっていう、ね、すごい難しい質問でごめん、簡単なきっかけ、簡単な経験というか、うん、ちょっとしたきっかけは、うんうん、もうこれがめちゃめちゃ流行った二次プロジェクト、二次プロジェクトのあの、うん、リマちゃんっていうそのジブラさんの娘さんがその初めてオーディション出てきた時に、あの3カ国語できます、英語と日本語と韓国語できますって言ってて、それを夫と見てて、なんかこれがきっと今の時代の子たちは普通なんだなって、だから日本人以外結構大体それね、標準装備だったりするもんね、その中で私たち日本語しかできなくて、日本でしか住んだことがなくて、長期で行ったこともないし、それが何だろう、不安になったというか、別にその日本が好きで選ぶのと日本しか知らなくてそこを選ぶのとちょっと違う気がして、だから私日本のことも好きだけど、その日本の文化を私仕事にしてるし、だけどなんか他も知った上で好きになりたいっていうので、それを私たちは教えられない娘にっていうのでのきっかけ、なるほど、それはそっか、それはすごいね、なんかいい話だね、そうだね、めちゃめちゃいい話、やっぱなんかそのさ、そのきっかけになった
方もさ、まあね、多分ミラバリと近しいところの人だったりするかもしれないけど、その話聞いたらさ、結構自分の活動やっててよかったなって誇れる話だと思うしさ、うん、ね、いやそっか、そうだよね、自分の伝えきれないところとかを実際にね、娘と一緒に体験したりとかもできる。確かに、それを見た上で日本でいう風に決めるなんていうか、そこにね、うん、自分でちゃんと選びたいって確かにそうだよね。そう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 、なんかそういう風に育ってほしいなと思ったっていうか、うんうんうん、確かに、そうそう、なんかいろんな世界を見てほしいし、はいはい、それあるね。そのために親が結構なんていう、気軽にそういう風に生活ができるように、うん、あと環境をね、そう、あとすごいコロナのおかげでやっぱオンラインでなんか打ち合わせとかもできるようになった空気感があるから、うん、だから、うん、いいかもと思ったっていうのはある。あ、そういうのは、俺もや、うちもやれるかな、やれるでしょ、やれるかな。なんかさ、いや実家戻っちゃうよ。まあまあ、それ選択の仕方が海外に行く実家に戻るってことはないとな、ライトすぎる話だけど。いやでも実家にさ、あの拠点があればさ、あ、まあ全然ね、確かにかなりやる、やれること、まあやれないことでやる、まあメリットデメリットあるけど、うん、まあちょっとありかなっていうのはまあ思ってきてるよね。別にこの辺東京にいなくてもいいかなって、うん、そうそうそう、東京 に、ね、日本でも広いわけだから、うん、っていうので、なんかこう、いや、めっちゃもう最近より思うようになってきた、やっぱ。ちなみにどこの国に行こうとかはさ、とりあえずね、来年そのあの1ヶ月行ってみたいなって国はドイツと LA。 それなんでドイツと LA？ ドイツはやっぱその移民、ドイツっていうかベルリン、うん、行ったって、その移民国家で、うん、ほとんどいろんな、うん、いろんな人種が入り混じってるっていうのを聞いたのと、うん、アーティストへの、その配慮がすごく、めっちゃいいらしいもんね、ね、っていうの聞くだけじゃん、うん、行ってみたい。アーティストビザとかすぐ出るんじゃん、だっけドイツだ。そうそう、まあ5つだったらね、観光ビザで全然行けるんだけど、そうそう、出やすいっていうね。3ヶ月以上だと出やすいっていうし、うん、なんかまあその他にそこを拠点にいろんなヨーロッパも近いから2時間とかできるから、物価も安いらしくて、まあちょっといる、長期でいるには物価安いんだ。そう、ベルリンも安いらしくて、だからパリ行ってみたりとか、ビールが水より安いとかって、ね、そうね、そうそうそう、だから本当じゃーって出てこないよなってね。ベルリン法律で泡の高さ何センチとか決まってるらしい。え、そうなんだ、へぇ、泡法律、法律、なんかそう、決まり、少ないとビーってなってくる。そうそう、なんか何センチ、1.5 センチ以上、なんかその泡が逆に多すぎると、あの詐欺みたいな、その、あ、なるほどね、そういうことね、はい、その飲める部分が少ねえぞと。だからちょっと興味、ただの興味で行ってみたいな。確かになんかベルリンとかめっちゃいいよってのは、まあ周りの人からもよく聞くね、絵描いてるんだね、行ってくればっていうのは確かに。なんかいろんな、ね、ものも見れるだろうしね、グラフィティのメッカっていうかね、世界的にもね、そう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 、っていうので行ってみたいね。イタリアとかも行ってみたいし、なんかイギリスとかも行ってみたいけど、そこをすぐ行けるから、うん、ちょっと眺めにいたら行けるじゃん、確かに、確かに。じゃあ、まあ、LA とドイツとちょっと来年攻めてみようかと。そう、まあ、ね、言うてもしかしたらさ、お互いの休みとかで2週間とかになっちゃうかもしれないけど、まあ、ちょっと眺めに、うん、LA とか、そっか、そうだね、いいね、LA とかもね、ポートランドとか行きたいんだよな、俺。あ、そう、なんかそういうとこさ、行ってみたいけど、なかなか行けないんじゃない、うん、だから、一気にちょっと回れるような拠点があった上で行ってみたい、ね、まあ、みんなで行けばいいのか。いや、子供さ、やっぱうちもいるからさ、うん、一人で行くの、行けな、一人でってなかなか行けないじゃん、長期的に、そうそう、大変じゃん、みんな残してとか、うん、まあ、みんなで行っちゃえばいいっていう考え方は。いや、本当そうだね。やっぱ一応選んだ中でも子供に優しい国っていうのはもちろん大事、治安がいいとか、そうだね、そうだね、そういうので選んでる部分はやっぱりある。ベルリンとかはやっぱ治安がいいらしくて、そういうの子供連れていくのはそっちの方が、うん、旅行でちょっとイタリアとか行くぐらいだったら全然ちょっと違うと思うか。じゃあちょっとそれというわけで、2021年はだいぶワールドワイドに活動されるご予定のチンパンさんということでございますけれども、はい、まあね、これもね、全部コロナが落ち着いてからの話になっちゃうから、そうだね、確かに、そう、どこからスタートでいけるかわかんないけど、まあ、とりあえず目標、そのためになんか
作品とかも食べたいなっていう、そうだね、運が良ければ展示とかも行けるかもしれない、ね、出てね、まあ、現地でね描くっていうのも良さそうだけどね、その空気感、それで吸収したものとかもね、いけるだろうし、まあ、持って帰ってきてからのこっちでの制作もさ、ちょっと変わってきたりとかするし、うん、そういう自分を見てみたいっていうとこはある、うん、いや、それはだいぶ楽しみですね、ちょっと期待してましょう、それはじゃあそんな感じでちょっとこのような形で一旦今日はお開きにしようかなっていう形でよろしいでしょうか、はい、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。今日のゲストはチンパンでした。ありがとうございます。こんな拍手で終わったの初めてだ